みんな知ってた？高校生が希望する仕事の中でも医療系って結構人気があるけど、ある通信資格講座の人気ランキングではその第1位が医療事務なんだって。安定しているし、ライフスタイルに合わせて長く働けることが人気の理由みたいね。でもね、医療事務よりも活躍の幅が広がる医療秘書っていう仕事もあるわ。医療事務では窓口での受付や会計、診察などで医療機関が受け取る診療報酬の計算などがメインだけど、それに加えてカルテの管理や診察記録の入力、診断書や証明書の作成、医師のスケジュール管理や医院内への情報伝達なんて業務も行うのよ。つまり事務業務、情報管理業務、そして秘書的な業務があるってことね。だから医師事務作業補助者、すなわちドクターズクラークと呼ぶところもあるんだって。医療秘書は医師や看護師がそれぞれの仕事に集中できるようにサポートするとても重要な仕事なの。縁の下の力持ち的な仕事だし、周囲との連携を取りながら行う難しさもあるけど、今の医療現場ではますます重要性が増してきているの。誰かの役に立ちたいと考えている人にはおすすめね。